皆さんもおはようございます、こんばんは、こんにちは。工学博士の今日は15分拡大版レッスン日本語版です。毎週水曜日は日本語版ボリューム6、人生の目的とは何か、早速始めたいと思います。まずはこの問題、やる気がない、たとえする気があってももう無理、頑張れない、あと少しで達成できるのに、やめたい、たとえ才能があったとしても、先が見えないからなのか、ゴールが見えないからなのか、技術的な視点がヒントをくれます。工学的な法則からボリューム6、人生の目的とは何か。まずはアマルベ鉄橋から学びます。アマルベ鉄橋、全長300メーター超え、高さ40メーター超え、1912年から2010年まで約100年間鉄道橋として活躍した鋼製トレッスル橋になります。トレッスル橋というのはこの末広がりのこの橋脚のこの形ですね。これを言います。近代土木遺産 A ランク、建設当時東洋一の鋼製トレッスル橋と呼ばれました。独特な構造と鮮やかな朱色がもたらす風景は発展のシンボルとして地域に根付きました。橋の目的は日露戦争後、歴史を感じます、京都から出雲までをつなぐこと。その役割はとても明確。ところがこの100年間、その生涯においてさまざまな物議を醸し出した橋としてもとても有名です。まずはこの問題、架け替え論争。1960年代、建設後50年、橋は老朽化しました。架け替えるべし、もしくは補強と維持管理で使い続けるべし。騒音とか落下とか自殺者維持費、まあ、いろんな問題が起きてしまう。また、橋はそもそも負の遺産なんじゃないか、そんな議論まで出るんですね。役割が見えなくなることもあった。でも、橋は架け替えることなくその役割を示し続けます。地域をつなぐこと。列車転落事故による安全論争もありました。1986年12月、客車列車が日本海からの突風に煽られて転落しました。死者6名、重傷者6名。事故後に機関車の上司が自殺しています。橋の意義について議論が再び始まります。しかし、事故は風による脱線のメカニズムを解明し、新たな運行基準を生み出しました。事故の教訓としての存在する一面もあったんです。維持管理論争もありました。冬場は季節風や吹雪が吹きつける環境であることから、アマルベ鉄橋はハードな保守点検作業を必要としました。そもそもここにこんな鋼製の橋が必要だったのか、間違いだったのではないのか、まあ、そんな議論も起きるんですね。しかし地道な保守作業は通常40年とされていた耐用年数を大きく上回ります。過酷な環境下で約100年の供与は維持管理のお手本として研究の対象となりました。2010年、ついにコンクリート橋、エクストラドーゾーブリッジがこの東洋一の工業に代わって架け替えられます。まあ、老朽化というのもあるんですが、新しい技術が開発されたからということになっています。今、この昔のアマルベ鉄橋は一部橋脚橋桁が保存され、展望台空の駅として残されています。解体撤去で発生した鋼材は歴史ある貴重な研究材料として提供されました。また地元からの要望に応じる形でこの空の駅、ここですね、ホームに元橋脚の一部の鋼材を使用したベンチが置かれています。アマルベ鉄橋は伝説になりました。アマルベ鉄橋からの教訓、人の評価というものは勝手なもの。なぜなら評価は人によるし、その時の状況でいつも変わるから。周囲の雑音は無視すること、目的に集中すること、ぶれないこと。新しい技術が取って変わっても、その100年の姿勢は人々の心に響き、レジェンドとして生き続ける。まあ、これがアマルベ鉄橋からの教訓。では、人生の目的とは何か。今日のヒロインはこの方、ハンナ・オニールさんになります。この方の話をする前に、まずバレエについて知っておかなければなりません。バレエ、それは与えられた骨、足、骨格、そして柔軟性、これは才能、
これを必要とする。常に体のどこかが痛い。痛みとともに生活をする。体の限界を超えることから来る痛み。バレエダンサーは人体の極限に挑みます。バレエダンサーは人体の極限に挑むため体の隅々まで神経を尖らせ、足の先から指の先、髪の毛まで鍛え上げます。それが理由です。バレエは人を感動させる。バレエダンサーに魅せられた人は、人生を生き抜くための強さや力、勇気、そして希望を感じることができます。バレエは最高の芸術。反応理由。1993年生まれ、今28歳です。ニュージーランドの父と日本人の母を持ちます。オーストラリアのバレエ学校を卒業した後、現在はパリオペラ座のダンサー。まあ、これとんでもないところのようです。パリオペラ座のダンサー。それの、まあ、上から2番目のクラス、プレミアダンサーとして今ダンスをされていると。まあ、まさに今、上り株というところだそうです。彼女はですね、日本人の母とニュージーランドの父を持つ。ですが、彼女は東京でバレエを習い始めたのは3歳の時。バレエの目的、それは楽しかったから、友達と一緒に踊ることが。それと彼女はバレエができたから。彼女が8歳の時、環境の変化が訪れます。父の故郷、オーストラリアへの移住です。10代、彼女は周りの変化に戸惑います。日本と友達と離れること、そして親友との別れ。15歳の時、オーストラリアでバレエ留学、家族との別れを意味しました。ホームシック、激しい競争、成功への嫉妬。それでも彼女はバレエを続けることができました。それはバレエができたから。そしてバレエを理解してくれる友達とダンスをすることが楽しかったから。オーストラリアバレエスクールでの留学生活。バレエダンサーへの道はそれほど簡単ではありません。難しいんです。彼女は自信を失います。バレリーナとして細すぎたこと。活躍している人たちと比べてしまったんですね。バレエとは細さと強さ。そのバランス。でも彼女はそのうちの一つ、筋肉をつけることができなかった。どうやって筋肉をつけるのか。心理学を学び、心も鍛えます。彼女はそのもがく中でヒントを得ます。細さ弱点、これは強みになる。周りと比べる必要はない。自分には自分に合ったやり方がある。彼女はタイトルは十分に持ってました。でも大切なのは、ステージにいるその瞬間を楽しむこと。彼女は言います。私はスターではない。ただいつものように自分を鍛え、できることを続けているだけ。一番大切なことはバレエを楽しみ、感謝すること。今、彼女は夢にまで見たオペラ座ではバレエをしています。見る方に幸せを感じてもらえるようなダンサーになるために。これが彼女の目的。というようになります。そうです。今日はもう一人のヒロインがいます。彼女の物語ですね。ヤングバレエダンサーの話です。彼女がバレエを習い始めたのはハンナと同じ3歳の時。たまにできなくて泣くこともあったけど、彼女はバレエを続けることができました。なぜなら、楽しかったから。そしてできたから。そして好きだったんですね。観衆の前で友達とダンスすること。そして観衆の喜びを感じること。可愛いメイクと綺麗なドレス。ママとの旅。遠征中のご飯。なぜ楽しいのか。なぜこれまで続けられたのか。それはできたからなんです。優れた技術と持って生まれた才能があったんです。彼女の名前はフランチェスカ・インソーリア。2005年生まれの15歳。イタリア人の父と日本人の母。今はドイツでバレエ留学中ということになってます。彼女もまたたくさんのタイトルを持ってます。でもそんなことは彼女にとって重要ではありません。なぜならできるからなんです。でもこの才能は自らの才能に気づくことはできないんですね。できてしまうから。
ドイツの留学生活が今始まっています。もちろん一人、ホームシック、激しい競争、成功への目覚み、これはただの騒音。周りの騒音はいつも自分勝手で気まぐれ。才能を使って技術を磨くことはそれほど難しいことではない。でも選択、これは簡単ではありません。特に若い時は、経験がないから。フランチェスカ、考えろ。なぜバレエを続けることができたのか。フランチェスカ、思い出せ。なぜバレエを続けているのか。楽しかったから。できたから。好きだったから。雑音は無視だ。才能と技術で観客を感動させる。そしてダンス。彼女のように。最後ですね、最初の質問に戻ります。やめたい、たとえ才能があったとしても。これへの答えは、up to you と、あなた次第。選択はあなたのもの。もう子供ではないから。それがあなたの人生の目的。ボリューム6。ということなんですが、今日はですね、もう少し続きます。そうです。今日の、このレッスンは、バレリーナ・フランチェスカ・インソーリアへのメッセージでした。それはですね、一つのリクエストレターがあったんですね。この方からのリクエストでした。加納富美恵さんです。彼女の母になります。最初、それを受けるべきなのかどうなのか、もちろん、悩みました。もし間違ったメッセージになったら、これはとんでもないことになってしまう。押し付けになりはしないか。勘違いしたら、じゃない、勘違いしてしまうかもしれない。自己満足になるんじゃないか。ここでも選択なんですね。他人に言うときは選択だと簡単なんですが、自分がすると、これはなかなか難しい。何歳になっても選択は難しいということになります。人生は選択の連続です。いい男か悪い男か。結婚するか別れるか、続けるか離婚するか、パーティーに行くか家にいるか、家にいるとき勉強するのか、ゲームするのか、家族と話するのか、繰り返します。何歳でも選択はやっぱり難しいです。今日の教訓、余部鉄橋から学んだこと、周囲の雑音は無視する、目的に集中すること、ブレないこと、そしてハンナ・オニールさんからは、ただいつものように自分を鍛え、できることを続けること。これをまとめると、Do your best と、できることをに対して最善を尽くす、What you can do、そういうことになろうと思います。最後、私、引き受ける前にもう一回、加納さんに聞きました。彼女は本当にこの過酷なバレエを続けるのに値するタレントなのですかと。お母さんはですね、答えました。イエスと。なぜなら彼女は見る人を幸せに感じさせるダンサーなので、すでにと、この言葉はですね、くしくも、ハンナ・オニールと同じ言葉ですね、彼女はすでに見る人を幸せ、見る人に幸せを感じさせるようなダンサーなのでということです。バレエ推しはね、私でも、この写真すごいですね。この天で立ってる、ここに力があってしなやかなこの手、すごい芸術だなと思いました。今日はですね、このフランチェスカさんからメッセージが実は届いてるんです。日本語に訳しました。読みます。皆さんこんにちは。今は私たちにとって厳しい時期であることがを理解しています。また皆さんが健康的で順調な毎日を送っていること、それぞれの目標に向かって頑張っていることを願っています。今はそのチャレンジに対して向き合い、克服するタイミング、次ならさらに大きなチャレンジに挑戦するために、しっかりと体を気をつけて前に進もうと。とても15歳とは思えないコメントです。ちょっとですね、気になる単語、私赤くしました。これ、皆さんどうでしょうか。Difficult, keep going your goal, proceeding your dream, challenge, overcome, face, overcome, next more difficult future challenges, stone。これすごいものに挑戦している人の言葉ですよね。力強い、今頑張ってる、なんかその
充実してるなというようなことが伺えます。最後、人生の目的とは、Do your best, what you can do。 これを最後の言葉にしたいと思います。かなさん、こんばんは。私の同期のみのるさんが来てますね。恥ずかしいです。みのるさんが計画したこと、アモルグ鉄橋の話でした。富江姉さんも来てます。ゆきこさんも来てますね。富江さん人気ですね。いろんな方からメッセージいただいてます。荒牧さん来てますね。感動のラスト、15歳とは思えないメッセージ。そうですよね、有馬さん、僕もそう思います。英語とですね、イタリア語を喋るそうですね。当たり前のように喋るということだそうです。次の水曜日、真の魅力とは、これになります。それでは皆さん、英語版は、7月ですね。Thank you very much. マラミンさんの方、ありがとうございました。おやすみなさい。